こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。えー、平塚 G1 湘南ダービーも、えー、いよいよ5日目、準決勝の予想をお送りしたいと思います。はい、えー。細かい概要はご覧の通りとなります。もしく、もう少し詳しく見ていきたいと思います。まず、えー、準決勝戦9レースです。 はい。これはご覧の通りを4分線ですね。えー、自転車競技帰りが脇本と渡辺ですが、えー、脇本がやはり積極的な競争を見せそうだと思います。一方で唯一3社の難関、えー、山中を前で地元2人ということで、二段掛けと思われているようですけど、 山中が一番定数を持ってて、これで引き出し役というのは、どうなんでしょうね。やっぱり G1 ですからね、G、例えば、まあ、平塚でも G3 なら引き出し役するかもしれないですけど、やっぱり一番賞金の高い G1 なんで、ここで引き出し役で終わるっていうのは、うん私の、 あれから見ると疑問だと思います。一方、渡辺も、奈にも、えー、二次予選では積極的な競争をしました。えー、脇本も、ちょっと、先行はするだろうけど、足を使う流れになるんじゃないかなと思いまして、えー、私は107期、若手の小川の一発です。 はい、えー、ご覧の目ですね。えー、番手を回る桑原の、えー、8338。で、なんか、あのー、むしろ山中が面白いんじゃないかなと。山中は調子いいですからね。8998は結構つくと思います。で、えー、脇本が逃げた場合の村上との絡み。で一応、あのー、 自転車競技外り税も抑えたいと思います。はい、次、10レースです。はい、えー、こちらも4分線ですね。で、こちらもですね、唯一3社の、えー、九州税。まあ、福岡、熊本、福岡の並びで、 まあ坂本龍馬はバック持ってないですからこれはあのかけさせて二段掛けっていうのを狙ってるんでしょうけど果たしてそうそううまくいくのかなっていうのはありますねちょっとまあ坂本が逃げても誰かにまくられちゃうんじゃないかなと思うんです 一方、小松崎も積極的な競争が最近光りますね。点数的にはまだ全然見劣るんですよけど、前々の競争をしたらここ、面白い存在になるかとは思います。えー、っと、私は三谷が前を切って、えー、っと、九州勢、もしくはあの、福島両者、 が叩いてきて、その、後ろにはまって、えー、平原が後方に追いやられて、三谷が先きまくり、もしくは三谷が最初から積極的な競争に行くと見て、えー、番手を村上義弘を本命にしたいと思います。えー、もちろん相手は三谷が、の残りが筆頭です。で、あ平原、の、二次予選ではアクロバティックな競争をして、なんとか一着になった、とはいえ、 それほど、まあ、交換は持てない。調子、走り方ともに交換は持てないんですが、ここはパート的な格上。一応必要かなと思いまして、7557。で、え、小松崎。で、あと、まあ、前を、え、先行しそうなラインの番手ですね。 えっと、どちらかといえば、小松崎が積極的に行って、佐藤慎太郎が、えー、三谷、村上で叩いたとこを切り替えていくというのが、面白いんじゃないかなと思います。ちょっとここには印上げなかったんですが、もしかしたら、まあ、後ろが佐藤慎太郎なんで厳しいですけど、小松崎も、 残ったら面白いかなという、76なんかもあるんじゃないかなと思います。で、あとは、あの、九州二段掛けから、あの、見たい村上でやはり叩かれて、えー、中が切り替え気味に後ろにつけるっていうパターンですね。 まあ中川はどこまで足使っているかなんですけど。一応これも押さえてみたいと思います。えー、最終11レース準決勝戦です。えー、自転車競技概要に行った雄大、果たしてどうなんでしょうか。えー、浅井コーターもは、えー、もう乗って参りました。はい。こちら足沢が短期を選んでの駒切れになります。 で、えー、っと、柴崎が結構積極的な競争をするんですよね。6枠両者、原田もあのバック8回持ってますし、意外とこの2人積極的な競争を見ます。特に、あの、柴崎が本当に先行を見せたりとか、踏む距離が長くなってる印象が強いですね。一方、 たは、うん、繰り上がりの三着。しかも結構離す、先頭から離されてですから、明らかに調子がいいとは言えない。で、バックも0回なんで積極的な競争をして成田、成田を引き出すとも言えない。で、えー、っと、 原田は後ろが香川なんで、ちょっと仕掛けを躊躇してあいそう。ということで、えー、っと、柴崎が、えー、最終的に制定を取ってると思います。で、結構粘っちゃうんじゃないかなと思って、えー、番手の浅いの抜け出しを本命に見たいと思います。まあ、この後ろには、に、誰がつけてるか、というのも結構重要になってきます。まあ、足沢が最終的にはつけてると思うんですが、 えっと、一応、あの、柴崎も残っちゃう可能性あると。えー、っと、山田とか新田とかで、原田で牽制しちゃえば、残り目っていうのは結構面白いと思いますね。で、えー、っと、調子に勢いに乗る山田が、山田が、あの、村、えー、その番手を回る井上ともに、えー、面白いと思います。 これ山田の頭もあるんじゃないかなと思うんですね。377331とか39まであるのかなただ山田縦の競争になるのでスピード戦になるんでちょっと買い方がわかりにくい。 っていうのはあるんですよ、ね、まあ島崎が先手を取った時に足浅井がすんなり抜け出すんじゃないかなと思いましてご覧の目を、まあ、原田も牛をつけてるた時は面白いんですけど原田が焦って仕掛けてそこを空いたとこを香川が突っ込んでくるという目もあるんじゃないかな あとは、まあ、足座もすんなりつけたら、面白いなと思いまして、こちらも押さえてみました。えー、ニッタは外してみました。はい。えー、動画をお送りいたしました。はい、もし、あの、気に入った方は、チャンネル登録よろしくお願いします。えー、説明欄にブログ、ツイッターの アドレスも記載しております。えー、最後20秒で関連動画、関連動画プレイリストを流します。お時間がありましたら見に行っていただければ嬉しいです。はい。えー、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。